坂田さんを語るときに、まあいろいろな本当に大きな仕事をされた方で、いろんな面から語ることができると思うんですが、まあ僕の場合はあくまでそのサブカルチャーという一つの側面からお話をしてみたいなと思っています。まあこれはホールドアス方の方です。1970年頃に、発売されていた。僕から簡単にその文人趣味の話をしたいと思います。孔子の論語に、当時の二等生が官位を目指して挫折する人が現れると、それ挫折した人が反乱を起こしたり革命を起こしたりしないように隠逸、要するに隠遁することは決して悪いことじゃないですよって説いたのが、文人文化の始まりです。坂田さんは自分が今回選んだものは時代遅れになるだろうって書いてるんです、いずれその残るものが大事だ、坂田さんは言葉では真っていうふうに言うんだけど、なんかそれがすごくこうだから。